んにちは、S&G です。今日はアンダーパスをする時の腕の角度はどの角度がいいのかについて解説をしていきます。今回このような板を使用するのですが、こういうものがあればぜひやっていただきたいですし、ない場合はこの動画を見てどの角度にすればボールが綺麗に返るのかということを理解していただけると嬉しいです。板を持ってボールをここに当てていきます。このような形で落下点に入ってボールを当てていきます。では面が上がりすぎず下がりすぎず、右にも左にも傾かずにまっすぐ飛ばしたい方向に向けていきます。だいたいここの角度は45度ぐらいがベストだと思います。でこのままここにボールを当てると綺麗に返したい方向にボールが返ります。綺麗にボールが返った時の椅子の角度が綺麗に返る腕の角度と同じです。今からいくつか悪い例を紹介していきます。一つは面が下を向きすぎてしまっている、この状態だとボールは下に落ちます。面が下を向いてしまうとボールは下に落ちてしまうので、もう少し上に上げる必要があります。2つ目は面が上を向きすぎていると真上にもしくは後ろにボールが返ってしまいます。実際にやるとこのような姿勢になってしまうので、もう少し手を下げる必要があります。3つ目は面がどちらかに傾いていると正面に返らずにボールが逸れてしまいます。実際はまっすぐ飛ばしたいのに手の面が右や左に傾いてしまっている、そうするといろんなところに飛んでしまうので必ず返したい方向に向ける必要があります。応用として横に来た場合などにも、この面をどういう角度で向ければセッターに変えるのかというのが非常にこういう板を使うと分かりやすいと思うので、ぜひ練習に取り入れてみてください。今日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。